おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピ2021やっていくよ。2020年度のドラフト選手だけでチーム組んでみた。投手はドラフト3位まで、野手はドラフト5位までの選手でチームを組んでみました。今年のルーキーは1年目からすごい活躍ですよね。そんな選手たちが集まったチームの数年後はきっと最強ですね。今年で早くも7年目です。ここまでの最高順位は2位です。こらー、これは去年の順位ではないか。ここまでのベストシーズンを振り返るなら一昨年の方を出さないか。最高順位は2位です。今年は優勝できるぞ。去年もそう言ってたけどな。記念すべき年にしよう。2027年シーズンやっていきましょう。まずは恒例の昨シーズンに覚醒した選手をご紹介。なんと今年も約1名が覚醒してくれてました。はい、このお方。覚醒でがっつり能力上がってますね。ベイスターズドラ4の小深田くん、入江くんに続いてパワー S のトレンド入りだ。ミートも D 超えてかなり強くなったな。そしてそんな小深田くん、覚醒したことによって星350オーバーのトレンド入りだ。星350を超えたということはあのシステムが発動します。さてマリサくん、そのシステムとは。いい番号が欲しかったら己で勝ち取れシステムだぜ。小深田くんには33をプレゼント。なんか反応しろや。ゾロ目の背番号も人気ですよね。あれ聞こえてる。ただ小深田くんもサードなんですよね。オーダー迷いますね。嬉しい悩みですけどね。聞こえてないみたいです。さてそんな悩みながら考え抜いたオーダーをご紹介。あ、星350超えたのは小深田くんだけでした。投手オーダーから見ていきましょう。と言っても投手オーダーは去年と何一つ変わってないです。エース栗林投手から始まり、早川投手、伊藤博美投手、木澤マン、伊藤正史投手、そして6番目の男といえばこの人、俊平ちゃん。え？続いてセットアッパーはもちろんこの人。ちょいちょい。安定感の鬼、森投手。待て待て待て。なんじゃい、ローテ6番目の男といえば崖っぷち高橋投手では？え、俊平ちゃんだよ。嘘をつくな嘘。ふう、バレてしまっては仕方がないですね。バレるに決まってんだろが。去年まで崖っぷちでローテを守ってくれていた崖っぷち高橋くん、とうとう落ちました。なんてこったい。去年の成績がこれだ。これによってプロ6年で50敗超えの節目に到達。通算防御率も5点台後半。これでは勝ち運がないだけでは済ませられない。なので崖っぷちから一度突き落としてみました。ここから這い上がってこれるかは君次第だぞ。崖っぷち高橋くん、まだ崖っぷちにいるの？体力自慢の俊平ちゃんは先発にもってこいの能力ですね。スタミナ73は立派だぜ。俊平ちゃんが先発の時は中継ぎ休暇日。いつかそんな風に言われるようになってもらいたいもんです。あとは去年と全く同じだ。森投手からの連君、そして最強中継ぎ陣。この先10年は安定と言われているズッコケ5人組。誰だその呼び名つけたやつは。投手陣は以上です。それでは野手オーダー行きましょう。こちらも1番バッターから鉄板の5人が並びます。止まらない牧選手の成長。今年はある程度守備をまとめていこうかと。4番は佐藤輝明選手ですが、来年あたり変わってるかも。去年はこの西川選手が大ブレイクしたんだったな。そして6番指名打者、覚醒とパワー S でトレンド入り、期待の小深田くんを使っていきます。今年の注目バッターだぜ。いきなり30本に期待。で7番サードで入江くん、小深田選手をサードのレギュラーにしようかと考えたんですが、このミートが全く伸びない不器用な入江くん、この能力表を見るとまだ伸び盛りっぽい。しかも成長タイプが晩成ときたもんだ。前世紀が遅めってことだな。ちなみに成長タイプ晩成の選手は33から36歳までが前世紀らしいです。あと10年ありますよ。果たして入江くんの前世紀までこのチームが存在しているのか。頑張りましょう。これに対して小深田くんは、確かに覚醒して能力はがっつり上がったけど、頭打ちっぽいぜ。ここは限界突破に期待ですね。まあ現状でも十分強いので、活躍はしてくれるでしょう。というわけで将来を見越してサードは入江くんで、8番にレフト北くん、最後に正捕手の栄田選手。今年はこんなオーダーです。北くんは去年まで9番打ってたけど、
ミートもだいぶ上がってきたな。今年中にミート C 行けそうだ。ここも期待を込めて打順上げました。以上のメンバーで今年も楽しくやっていきます。でまあさっさと開幕したいとこなんですが。またなんか来てんだよな。WBC 的なやつ？こんな架空の大会カットだカット。カットしないんかい？ちょっとメンバーだけ気になる。お、エースは田中将大投手か。マー君髪の子不思議な子。38歳の子。大ベテランですね。この年になってまで日の丸を背負わせられるとは。何を考えてるのダイナバ監督は。引退されてます。おっと、うちの伊藤博美投手。星400超えてるしな。世界に撒き散らしてくるんだぞ。何を？巨人の子な。菅野さんもいる。これでも能力落ちてんだろうな。37歳だしな。森浦投手も選出。うちも世界レベルが増えたの。大道投手もいるぜ。さすが世界に誇るうちの中継ぎ陣だ。そしてまさかの俊平ちゃん。ローテ入りしたの今年からですよね。潜在能力に気づいたのだろうな。やるな稲葉監督。引退されてます。まあここはそりゃ選出されますよね。うちが世界に誇る大エース栗林と、いやこれすごいの広島カープでは。お気づきですか。カープは素晴らしいドラフトだったんだな。というか栗林投手を中継ぎの1枚で使うとは何を考えておる稲葉監督。引退されてます。安定の山本由伸投手に。なんとびっくり折りがセットアッパー。中継ぎ適正ついてることはついてるが。ねえこれやっぱ。引退されてます。まあ頑張れよ折り。世界を知ってうちに持って帰ってくるんだぞ。そして抑えは平投手と。強いのう。平投手が抑えは妥当だぜ。ちょっと野手も見ていい？カットするのでは？あ、そうだよね。牧選手は選ばれるよね。しかも3番任されてるぜ。レフトで使うのか。勇退してるからな。38歳を何人選出してんだ。ベテランでまとめてきたな。これ大丈夫？チームの雰囲気落ち着きすぎてるのでは？お、磯畑選手。そして小深田くん。覚醒したばっかなんだけど。こりゃ稲葉監督だな。ほら、だから言ってるじゃん。2027年にまた戻ってきたのかな。じゃあ優勝間違いなしだよ。そうだな。日本、痛い敗戦となってしまいました。負けるんかい。どんまいだ。稲葉監督やこれ誰。まあそんなわけでね。この借りはペナントで返しましょう。本番はそっちだ。では続きはまた次回。開幕しないで終わるんかい。おいアメリカ、優勝だぞ。もっと喜ばんかい。